言いたいことは今日言っておく。文化系トーク YouTube グランパンパーズです。雨が降っておりまして音が入っているかもしれませんが、皆様のスマホや PC の不具合ではございませんのでお安心ください。はい、千葉県雨が降っております。はい、今回はマーゼルの話になりましてね、まあちょっとね、1日半ぐらい体調不良で休んでおりましたが、もろもろ情報が入ってきて今整理しながらね見てるとこで共有もしたいと思っております。まずマーゼルのビビットですが、こちらがですね、以前ですけど、あの先読みの段階で週間シングルチャート1位がちょっと予測されているっていう話をしましたが、これが確定しまして、あの初週4万枚でシングルセールス首位という形でニュースがありました。ビルボードの週間シングルセールスチャートですね。あの集計期間2023年5月15日から5月21日のものです。マーゼルのビビットが初週4万と言いましたが、4万3340枚を売り上げて首位を獲得という形になります。で、5月15日から17日の集計の段階で3万6683枚を売り上げていたという形になりますですね。あのシングルが、まあ、何しろ CD に関してもそうですけど、100万枚とかよく売れていた時代からするとね、なかなか4万とか3万っていう数字は今の時代ではねこのぐらいなんですけども、でもあのこれで首位だったりするので非常に素晴らしいと思います。ちなみに2位がですね、ジ・アルフィーの鋼の騎士9かな、ネバーセイダイ、ジ・アルフィーがで 27,654 枚になりますね。で、3位がキング&プリンスのシンデレラガール 19,801 枚という形になります。まあキンプリさんはね、あのまた再び上位に入ったみたいな感じのようでして、まあさすがだなと思いました。4位が、ノットイコールミー、これは、指原莉乃さんのプロデュースするアイドルグループでしたかね。で、メリニアンパレードと椎名林檎さんの、ワークというのかな、こちらが 11,564 枚となっておりますねっていう形ですけども、ちなみにそのマーゼルに関して、5月17日に発売されたっていう話と、6月1日にデビューショーケースを控えているっていう話も紹介してくださっております。ビルボードチャートの方ですね。それからあのビルボードの、ポッドキャストが実はあって、私も毎週ではないですけどたまに聞いてるんですが、マーゼルのビビットに関してまだ伸びしろがあるみたいな感じの評価をされていたので、今後もどんどんチャートが伸びていく可能性があるっていう話をしておりました。まあ BMSG 全体といいますか、まあミューズ、ベスティはじめとした BMSG 全体のファン層のその拡大志向という部分も加味した上でのそういう評価だと思いますがですね、首位を週間で、初週で取りましたが、2週目以降もぜひ取れればと思っておりますね。ベスティとかの協力もあったであろうこと予測されますけれど、ミューズもまだまだ出来上がったばかりのファンダムで、母体数自体もまだそんなに多くはないわけですが、よく検討しているなというふうに思いまして素晴らしいと思います。まあね、でも母体数に関してはね、ベスティに関してもやはりこう K-POP やジャニーズさんのファンダムに比べたらまだまだ数が少ないと思いますので、まあここからですね、ソフトファンをどんどん増やしていくっていう部分で、とにかく BMSG のアーティストがチャートの上位にいることによって興味を持つ人も増えてくる可能性が出てきますので、それでソフトファンが増えてくると、ストリーミングとかダウンロードとかそういったもの、 MV 再生数とかで上位をさらに取りやすくなったりすることがありますので、まあそれのですね、ちょっとした例と言いますか、スカイハイ社長がストレイキッズのスリラチャと一緒に曲を出したジャストブリーズですが、あれはそのストレイキッズっていうね、 K-POP グループが非常に強固なファンダムを持っていますので、結果そのスカイハイのジャストブリーズは瞬く間に1位を取ったっていうのがあって、世界的なファンダムっていうものの力がそこであったわけですね。まあその例は、まあ一つの例ではありますけれども、 BE:FIRST やマーゼルに関してもいずれそこの域までといいますか、まあ、あの実質的にはそこを超えていくっていうね、気概でやっていくべきなのでというふうに考えていますね。まあ超える超えないの話はしましたが、競争ではなくね、あのあくまでもそのポジティブな感じでの競い合うっていう形の話でございますので、はい、そういう感じでございます。はい、それでマーゼルに関してまだまだ他にも情報が出てまして、ツイッターの方でね出ておりましたが、5月23日火曜日ですが、あのマーゼルから直也くんとエイキくんが
3個の番組に出ます。これが全て、おそらくはこれは愛知県とかあの辺周辺のものだと思われますね。愛知県と岐阜県になるようですね。で16時30分頃に FM 愛知アフタヌーンカラーズに直也くんとエイケくんが生出演で、18時5分頃に FM 岐阜トワイライトマジック、こちら電話出演になるようです。直也くんとエイケくんです。で18時半頃 K-MIX ムーブオンリモート出演、これはリモート出演になりますかね。 K-MIX というところで、 K-MIX は静岡県でございましたね。ムーブオンというねタイトルというか番組でいいですね。ムーブオンと言いますとね、私たちとしても、まあ、私はベスティーだから特にですけど、ムーブオンっていう名前には非常にこうなんか思い入れがありますよ。特にムーブオンはね、ライブやフェスなんかでもガンガンやる曲ですからね、非常に私も聴いてる数が多いですし、まあ、すごくいい曲だなと思いますしね、新規の方になんだこれって思わせるのに非常にいい意味で、いい意味でなんだこれって思わせるのに向いている曲の一つだと思っております。はい、ということで FM 愛知は名前通り愛知県、 FM 岐阜は名前通り岐阜県で、 K-MIX は静岡県になるようですね。というわけでこちら K-MIX は18時半頃になります。マーゼルのツイッターでありましたので、そちらをリンク貼っておきますので、そちらも参考にしてくださいという形と、本日22日からマーゼルのポップアップカフェビビットに関する予約の受付が開始されていますね。で東京、名古屋、大阪でありますけれども、マーゼルポップアップカフェビビット、こちらの話がありまして、それぞれもう予約もしている方もいるようです。でこちらもツイッターがありますので、そちらを貼っておきますね。5月24日から6月7日の間という形になります。営業時間がですね、現在出ているもので言いますと、大阪心斎橋の情報が出ておりますけれども、最初に大阪でやるということですね。こちらがですね、営業時間が17時半から23時で、フードのラストオーダーが21時半、ドリンクラストオーダーが22時半になるようです。現在そのページで出ているのが大阪の情報になりますね。60分制となっておりますなどなど書いておりますがですね、1部から8部までがあります。はい、という形でね、ぜひ皆さんこちら行ける方はぜひ行っていただきたいと思います。はい、という形で非常にね、ビルボードで週間1位シングルチャート取りましたが、エイキ君と直也君の出演情報などこれ以外の話も含めて、非常にまだまだ止まらない形でね、どんどん動いているようです。まあ、ポップアップカフェビビット特別カフェに関しては、本当にミューズの方向けのものだと思いますけど、はい、こちらもぜひね、皆さん行ってみてください。はい、では私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が手に入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。